クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。は、綺麗。え？瞳。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。違うもん、古代種なんかじゃないもん。あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたら、クラウド助けに来てね。セフィロス、ソルジャー、全部全部大嫌い。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、こりゃ弁償してもらわねえとな。待ってろ、ティファー。ぶちのめす。容赦なく。シヘド博士、推薦状が欲しいんだって。手を出しな。え？残念、裏だ。返してくれ、返してくれ。行っちゃうの？すまねえな、マリー、そばにいてやれなくて。シンラカンパニーは魔航路の爆破予告を分析し、文字通り潰しちまうんだ。反シンラなんて大層な看板を掲げてるけど、私はシンラ社員だ。敵だろ。敵じゃない。お待ちしておりました、アバランチの皆様。なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。7番プレートの再建経験はしない。おバカさん、レオミドガルよ。ああ、クライマックス対抗。おい、逃げるな、捕まえろ。プレートは落ちるのか。はい。フィーラーだ、運命の番人という理解が最適だ。じゃあするな、やった。容赦は無用だな。アバランチに逃げ場などあるかな。ずー、 お前はソルジャーらしいな。となれば私は雇いにした。また守れなかったな。それでいいのか。何か来る。さあ、こっちは本物だってのよ。しかも罪にが重い。ああ後の未来像、何もないのだ。フィーラーが触れるたび、私の欠片が落ちていく。シンラは生まれ変わる、私の手で。運命の最後の砦だ。行くぞ。共に運命に抗ってみないか。未来はお前次第だ。